に忙しくて動画出せませんでした。できるだけの努力はいたします。ランキングの結果は 1% 落ちて 8%。よろしいのではないでしょうか。報酬は同じだもんな。それでは皆様お待ちかね。今年最多出演の敵と戦っちゃうぞ。レベルは40以下編成なので、何が出るのかわからない以上負けるかもしれません。いや、そんなことはないだろ。なんだかんだでガチで行く気満々だしよ。速攻よりでガチ向きじゃねえか。編成の確認をしていただいたところで、攻略に移りたいと思います。ニャンコンボは進撃の狂乱猫。ライオンを出してエクスプレスを出すだけです。5位はウサギンだったのか。こいつなら簡単に倒せるだろ。バカみたいに強さ倍率高くなければね。勝てたので次に行きます。何分強襲やりながらなので、時間との勝負。最初にポーズしたのでこれ以降はおしゃべりだけです。倍速はしないのか。全体的に時間が短いので考えてますが、来るところまで倍速します。敵が出る前に終わらせたいのですが、結構無理っぽいですね。先にエクスプレス出せばいいんじゃね。どんなに攻撃力が高くても、城の体力は生き残るので無理なんです。これが一番簡単で早いのではと思います。ただの2倍速なのに敵の出現がわかりにくい時があるな。3位はワンコでした。さて2位は誰なのか気になりますが、正体表す前に倒したいのが人情。殺意のワンコか、見ると結構ビビるものだがなんとかなりそうだな。報酬はステージが進むにつれて減っていく謎現象。最終ステージは何がもらえるのでしょうか。期待を裏切らない1位だな。では倒しましょう。1位を倒しましたがこれで終わりではないようです。去年同じことあったっけ。いちいち覚えてませんよ。終わるまでとにかく突き進みましょう。最近講師ともに忙しいですが、頑張って動画投稿していきますとも。やることは一緒。ライオン出してエクスプレス。これでダメならニャンマがいます。チビーのシャシなら大丈夫だな。強さ倍率次第です。さあ本日は目玉のガチャもあるので、この後編集はいっぱいです。報酬はレアチケだから悪くないな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今日中にガチャ動画あげます。編集と攻略同時か。きついな。